トップスイングでここでね笑顔で開いてください。曲がらない方法するには素振りです。耳の横、この左の横、これをイメージをして振る。こうすると基本的に曲がらない。やっぱりアドレスは絶対だと思ってて、球数を打たないとこれってつかめないものなので、もう理にかなって本当にシンプルなんでしょ、だ余計なこと一切してないから、まずはここ原点、まずは原点から。皆さんこんにちは、高橋俊美です。そして芹澤信夫プロ、お願いします。そして古賀美穂プロです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日はですね、太平洋クラブ御殿場ウエストの練習場に来ております、はい、でこの前にですね、私たちプロバトをやりまして、プロバト、プロプロね、プロプロですね、そうですね、プロプロ対決やりまして、まだそちら見てない方はぜひそちらから見てください。お願いします。でここでですね、お二人にドライバーが曲がらない秘訣を聞いていきたいなと思いまして、はい、お二人とも曲がったとこなかったですよね、一個も。いやでもね、はい、飛ばないと曲がらないのよ女子で言うと、だいたいヘッドスピードが50ある人っていないんですよ。いないよね。あ、そうです。現代のクラブっておそらく40から45、まあ、50未満の人たちが、私は一番こう飛んで曲がらないっていう、適してるのかなってすごい思ってて、こんなにスイートスポットも広くなって、あんなヘッドも大きくなって、さすがに50行く人はちょっと曲がるんだと思います。あ、早いからね、はい、僕大体ね、はい、美穂ちゃんと変わらないと思うよ。そんなことないですよ。42、3じゃない？そんなことないです。私今40ぐらいです大して変わらないじゃん今日まずはですね、芹澤プロの飛ばない秘訣を、はい、飛ばない秘訣？ちょっと失礼だな、失礼な、それは失礼だな、それは失礼。これはちょっと使ってよ。今いろいろ考えてる、ごめんなさい、失礼しました。曲がらない秘訣ね。では最初に芹澤プロに1球打っていただきたいと思います。お願いします。こういうことですね。一番言えることは、はい、アドレスで構えた時にスタンス、膝、腰、肩のラインをなるべくスキアにしてほしいです。体重もドライバーに関しては64でちょっと右にかけてほしいんですよね。体重がどうしても左にかかる人っていうのは、こう構えていただいて、そこでスクワットしてください。こうなりますよね。だからスクワットした時に普通に両方に入れるように、この状態で構えていただくことが一番いいですね。飛ばそうとすると、ここを要するにループする、要するに溜めることが飛ばしって言われてるんだけど、曲げないためにはクラブを同じプレーンに下ろすからですね。アマチュアの方はどうしてもこれが多いです。だからぶつけちゃうんですけど、上げていくときに体が、左の腕、シャフトが一緒にまっすぐ肩が顎の下まで入る。でこの位置から絶対にクラブがこうもこうもならないでまっすぐ来る。そしてフィニッシュを左向け、左で入れる。その時のフィニッシュの位置、耳の横に素振りしたらここに絶対入れるように。どうしてもこれがこうとかこうとかなるんで、素振りが一番大事なんで、素振りで耳の横、この左の横、これをイメージをしてする。トップスイングでここでね、クラッと把握してもらう、把握してもらうと絶対こうなるのね。だからそこで笑顔で開いてください。テイクバックで笑顔、そして笑顔で素振りするときに音をここにさせるように、ブルッていう音、イメージを左のこの耳の横にフォローをさせるつもりでいくと、バランスってそういう自然にそうなります。綺麗にまっすぐ下ろしてくるときに、よく腰指導とか膝指導とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、やっぱり下半身指導です。
だから上体が力入るからトップスイングで笑顔にしようっていうのはここでリラックスしようってことですね。ここ行ったら下半身を先に左の膝腰を回すような気持ち、ここです。その時に腰が絶対にこういう左が上がらないように、左腰全部左向けるように、左向きは左です。こうすると基本的に曲がらない。曲がらない、はい、飛ばないけど曲がらない。飛ばすためにはこうちょっとためを作ったりとか、多少はやっぱりこの運動があった方が飛ぶんですね。あ、まあ今よく言う地面反力っていうのはやっぱりこう沈んでおいて伸びたり冷凍風した方が、あとかこうした方がやっぱり飛ぶんだけど、まず最初にこのシンプルにスッと上げてスッと下ろす、それからやらないといけないんですよ。それを先にこれやっちゃうとわけわかんなくなっちゃうんで、古賀プロなんかはそれが一番シンプルなんですよ。あ、スッと上げてこれね、だから、うまいってことだよね。曲がらないってことですね。曲がらないってことですね。一番つまらないんですけど、曲がらない方法するには素振りです。素振りを何度もして同じところに入って同じところで止まれる反復運動で何度もすると、まずミート率が上がって曲がらなくなるってことは間違いないです。ではですね、ここですね、古賀プロにも1球打っていただいて、共通点も結構今あって、何かありますか？やっぱりアドレスは絶対だと思ってて、どんなにいいスイングしてもまっすぐ立ててない人っていうのはそもそも曲がると思います。アドレスが上手じゃない人はもう曲がると思ってて、まあ、そこからがスイングかなと思ってて、スイングで習ったとこというと、このボールがあって、あの正直こんなところはあまり言われたことがないです。もうどうでもいいと、こんなところをやったところで球はここにあるだろうっていう風に育てられてるんですよ。もうとにかくここまで来て、ここからのボールがなくなってからのここまでですね、この10センチ15センチ、それをいかにこの壁を使ったまん、あの抑えたまんま、このここいかにまっすぐ出せるか、でそれがちょっとこういう風になったりこういう風になったりしたとしても、私のヘッドスピード42、3なんで、ちょっと操作できるようになるんですね。ここが長い人っていうのは、あの打った後ですね。でそこをとにかく長くっていうことを一つと、あとはそこが綺麗に入ってきて長く保てるためにここを鍛えなさいっていうのと、綺麗に入ってくるためにテイクバック上げたら右脇に肘をくっつけなさい、それしかいい、その3つぐらい。全盛期の時っていうのはやっぱくっつくんですよ、あのフェースにね、こうずっとこうくっついた感じで、ボールをこうグッと押す感じが感じるのよ、はい、押すから、これはかなりのレベルだよ。これはそうですよ、私人生でまだそれがやっぱ曲がらないコツかな。そう、間違い、それは間違いないよね。もう理にかなって本当にシンプルなの、一番、うん、だ余計なこと一切してないから、はい、だから本当にクラブのシナリオを利用しながらここをスッと押せて、そのままフィニッシュまで、うん、ジュニア時代からやってて、うん、それでずっとそういうことを教え込まれてるから余計なこと一切しないんだよね、うん、だから変に大人になってやるといろいろ考えるじゃん、はい、そこが違うとこ。そうですね、そう、はい、もうとにかく球数を打たないとこれってつかめないものなので、まあそういう練習量っていうのでも曲がらないコツっていうのを取得しましたね。現役時代もそこの長いでる時だけ終わった後にすぐ練習してその練習しかしないって言ったじゃない。 それだけで、ね、あのまた戻れる。だからそのポイントがしっかりしたスイング軸の中に左の壁ができてれば、もうみおちゃんはここまでできたらもうあとはスッといっているから、はい、向いた方向にスッと乗っていけばまっすぐにしかいかないわけだね。
ありがとうございます。今日は皆さんもぜひまずアドレスから気をつけていただいて、 そして何よりもスウェイしない、戻してくる、曲がらない方法だから、そうですね、飛ばすじゃないですか、ね、このねベースがないと、この芯がないとね、そこからね飛ばそうと思えばできるんだけど、いきなりこれがないの、芯がないのにやっちゃうとバラバラになっちゃうよね、はいはい、最初からチンプンカンプンなゴルファーになってしまいます。そうそう、これはねやっぱり僕たちは基本がちゃんとできてたから長くできてたっていうのもあると思うんで、はい、その基本は皆さんも絶対分かってほしいんだけど、どうしても最近 YouTube、 皆さん我々も YouTube だけどいろんなことやりすぎて、はい、みんなそれ見ちゃうんだよね、はい、でまずはここ原点、まずは原点から、あとやっぱり PGA の選手を参考にするのはやめた方がいいと思います。私は、はい、筋力が違いすぎます ね、うん、だそういう点では、だからこのベースをまずしてから少しずつフットワークを変えていくと、ありがとう、今度は飛ばしにもなっていくってことですね。はい、うん、はい、ということで皆さんぜひ練習場とかでね試してみてください。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。すみません、撮影プロバトありがとうございました。もう撮影終わりすぐでちょっと申し訳ないんですけど、はい、チラチラ見てたかなと思うんですけど、うち新 MC が3人決まりまして、すみません、ベトベトです。どじみはもう一度会ってはいるんですけど、芹沢プロと古賀プロにもご挨拶という形で、はい、じゃあ皆さん入っていただく挨拶を。失礼します。よろしくお願いします。自己紹介からお願いします。はい、ゴルフ歴8ヶ月のカエルです。100切り目指して頑張ります。よろしくお願いします。初めてゴルフをします。キーです。楽しくしたいなと思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。初めて、初めて、はい、ゴルフ歴は2年ほどなんですが、今はベストが110で、これから100切り目指して頑張っていきます。3人組なので仲良く頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、みんな可愛い。トリオ、トリオ、トリオ、新車マークもつけて、ね、いやでもね、3人ともすごい可愛らしくて、ゴルフちょっとこれからなので、お二人からいっぱい教えたりとか、なんか例えばアドバイスすることとかありますか、ゴルフでも MC としてでも。 MC ってやったことないから分かんないですよMC はちゃんと教えてあげてよ。いや、ゴルフは楽しく、まず、ね、楽しんでいただければいいんですよ、はい、うん、辛くなったらかわいそうでしょ。今年今辛いから頑張りますので、私は好きなので、はい、子育て70代目指してるかな、ね、結構辛いよ。あんまり言わないで。可愛くもないよ、もう可愛くないよ。100切りは一般的にゴルフってアマチュアの方でも男性の方でも100切りって結構みんな目指されてて、せっかくこういう番組をやりますので100は絶対切りましょう。お、はい、さすが。みんなね、で一生懸命そんなキラキラしたの一生懸命しっかり練習して、こういう MC も先輩方にいろいろ聞いて、はい、私のサポートをよろしくお願いしますね。心強い。はい、ありがとうございます、はい、新しいメンバーもウームゴルフファミリーがまた増えたということで、またいろんな企画で一緒に何かできたらいいなと思ってますので、はい、改めてまたよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら。せーの、また見てねー。